ばんは、ファンクです。今日もね、取り置きの動画です。ごめんなさい。くしもん酒場、茶色、水道橋店へね、訪れた時の動画です。ここにはね、何でもね、バカ盛りメニューがあるということで、ファンクちゃん挑んでまいりました。今回ね、ファンクちゃんが挑んだのはバカ盛り唐揚げ990円です。ごってりこの日ね、学生のね、飲み会とね、勝ち合っちゃったのね。で、近く男女でね、抱き合ったり、あと男同士でね、キスしたり、もう世紀末ですよ。もう若い子たちのね、パワーがね、みなぎってる。全員追ったってんだろう。ざけんな。学生ざけんな。おじさんはね、ゆっくり飲みたいんじゃ。若かったらそん中入りたい。ジェラシーじゃ。ざけんな。でね、味はね、もうね、熱くてよくわからん。ぶっちゃけね、もうすっごくね、熱くてね、よくわからない。口の中大やけどしちゃったもん。いや、でも本当にね、冷めたからね、分かったんだけど、味はね、もうすごく美味しい。油もね、そんなね、なくて、切ってくれてるよ、いっぱい。でね、これ、なんていうの、調味料がね、マヨネーズ。マヨラーのね、ジャスからするとね、もうこれはね、ご褒美ですよ。マヨネーズとね、塩さあればね、もう、超人です。リングに、学生まだうるさい。キャッキャッキャッキャー言って、パワーボムしてやりてー。ほんとひどいよ、学生。飲みますって。ビール送ってくれそうだったけど、あ、大丈夫ですって断っといた。ノーサンキューですよ。貴様らより金稼いでんじゃん、ボケ。静かに食べさせて。それでね、厨房からね、とっぽいね、店員さんがいたのね。とっぽいっていうか、ストリート系のね、なんか、かっこいいお兄さんがね、近づいてきてね、どうぞってね、なんていうの、チリソースかなんかね、独自で作ったやつをね、出してくれたのよ。すっごくうまかったんだけど、これ。いや、おかわり欲しいぐらいね、やばいぐらい美味しかったんだけど、多分ね、学生がいっぱいね、ジャスのところにね、絡んできたからね、お詫びとしてね、そのチリソースね、作ってね、持ってきてくれたと思う。店員さん、ありがとうです。いや、ね、店員さんもね、ジャスもね、もう散々だった。一緒に写真撮りますって。え、なんてジャスが入るの。よくわからん。なんで一緒に写真撮んのよ。高いわよ。アイドルなのよ。あ、アイドルはファンクか。ジャスはね、最近ね、鶏ガラになっております。ダイエットね、もう1週間で10キロ落としたのね。まあ10キロ、98からね、10キロは楽なんだけど、ここから今ね、マッチョマンよ。知らないわよ。T シャツ着たらね、乳首が目立ってね、すごくジャス恥ずかしそうなんだから。だからなるべくね、ブカブカの T シャツね、着て外出てる。しょぼい。乳首がなんぞと。乳首ぐらいいいじゃんね。めちゃくちゃね、暑かったんでね、時間がかかって11分かかりました。店員さんね、チリソースほんと美味しかったです。ごちそうさまです。それとね、いっぱい絡んできた学生の皆様、ざけんな。じゃあね、またね、これ、どれぐらい前だろう ?1 ヶ月前ぐらいのね、動画なんですけど、皆さんどうだったでしょうか。それじゃあ今夜はここまで。明日早いねんよ。それじゃあねー。あ、やべ、尺余っちゃった。
じゃあオフ会の話でもみんなねよろしくです。お酒飲めない人でもねガンガン参加してください。もしねお酒を知りたい方、元バーテンのねジャスがねいろいろね美味しい飲み方、あとね初心者でもね飲みやすいものとかねいろいろねレクチャーいたします。もしよかったらねどうぞ。生ポッピーもいるよ。7月25日土曜日、東京シリクラブでおなじみのツイキャスの生主ポッピーと東京シリクラブが合同でオフ会を開催します。それでね回るコースはまずはウェルカムプラザ青山、ここで足もショーを見ます。足もかわいい。それでねすぐ近くに移動してねテピア最先端技術館、ここはねいろんな企業のね最先端の技術が集結したね技術館なの。ここでねオリジナルのね漫画が作れるんだよ、自分の写真の。ここすごく面白い。その次にね赤坂豊川稲荷大岡一善もねここで眠ってるんだけど、ここはね現役のね狐たちがね集められてお焚き上げする狐のお墓と言われてる場所なんだよ。その近くにはね謎の神社三木稲荷、ここにはね猫実がいるよ。それからねここ全部回った後また電車で移動して婚活居酒屋でハッスルハッスル、みんなね楽しみにしててください。参加方法はねライブドアのブログ東京シークラブでねいろいろ書いてあるのでそれを参照してください。よろしくです。